かわいい子犬エアデールテリアの面白いお話。ある日、家族の誕生日に、私たちはエアデールテリアの子犬をプレゼントしました。彼女はとても可愛かったので、家族みんなが大喜びでした。しかし、彼女はとてもやんちゃで、一日中何かしらやらかしては、私たちを驚かせました。ある日、彼女は靴下を泥棒して、部屋中を走り回っていました。私たちは彼女を追いかけ、靴下を奪い返すために必死でした。別の日には、彼女はシャンプーの容器を加えて家中を走り回り、私たちは必死に彼女からそれを取り戻そうとしました。しかし、彼女はとても賢かったので、すぐに私たちの動きを見抜いて、私たちを振り切ってしまいました。私たちは彼女の賢さを認め、彼女をしつけるためにトレーナーに頼むことにしました。トレーナーのアドバイスを受けて、私たちは彼女に基本的なしつけを始めました。彼女は素晴らしい生徒で、すぐに私たちの指示に従うようになりました。そして、彼女は以前よりもずっとおとなしくなり、家族の一員として、私たちにたくさんの笑顔を届けてくれました。エアデールテリアは、やんちゃで賢く、人懐っこい犬種です。私たちの子犬も同じようにやんちゃで、時には私たちを驚かせました。しかし、彼女はとても可愛かったので、私たちは彼女のやんちゃな行動を許すことができました。彼女が成長して大人になりにつれ、彼女はとても素晴らしい仲間になりました。彼女は成長してからも、やんちゃな性格は変わりませんでしたが、それでも私たちは彼女のことが大好きでした。彼女が大人になるにつれ、私たちは彼女と一緒に散歩をしたり、遊んだりする時間を大切にしました。彼女はエアデールテリアの中でも比較的大きな体格でしたが、人懐っこい性格のおかげで他の犬や人との交流が大好きでした。彼女は公園でたくさんの犬たちと遊ぶことができ、私たちも新しい人と出会うことができました。今でも私たちが彼女のことを思い出すと笑顔がこぼれます。彼女は私たちにたくさんの楽しい思い出を残してくれました。エアデールテリアはとても賢く、人懐っこい犬種です。彼女のように家族にとって大切な存在になることができる可愛い子犬たちが今も世界中でたくさん生まれています。